アンズタケ族は多くの味の良い食用菌を含むヒダなしタケメ、アンズタケ科の端子菌の分類名である。植物と共生する菌根菌であるため、栽培が非常に難しい。よく似た外観を持つ月ヨタケ族のアマファロータス、オリアリアスには毒があるため、採集して食用に供する際には注意が必要である。鮮やかな黄色をしたアンズタケは、 最も有名な食用菌の一つで、アジア、ヨーロッパ、北、アメリカ、オーストラリアなど、世界の広い範囲で見ることができる。初夏から秋の初めにかけて、新葉樹の揉み、松、ガまたは、紅葉樹との混合樹林に発生する、放射性物質のセシウム137頭を、特異的に蓄積することが知られている。かつてアンズタケ族だと思われていた、いくつかのキノコが、 詳しい調査の結果、現在では、黒ラッパ竹族に分類し直されている。アンズ竹族には、よく知られた多くの種が含まれるが、そのうち最も有名なものは、アンズ竹である。アンズ竹アンズ竹は卵、カレー、鶏肉、豚肉、コウシ肉などと、よく合い、ピザのトッピングやシチュー、マリネ、フライ、クレープの具などに用いられる。もちろん、これらは一例であり、アンズ竹は、 様々な料理の素材となる。また特に、ウィーン料理によく用いられる。キノコは水分を多く含むため、じっくり火を通して、水分を飛ばすことが多い。洗浄した後スライスし、蓋をして、強火にかける。キノコから水分が出てきたら、さらに加熱して、水分を蒸発させてしまうか、汁気を切って、ソースに使うこともできる。アンズタケはピクルスにされることもある。塩水を沸騰させ、 胡椒、マスタードシード、タイムなどの香辛料を加える。キノコを5から10分ほど軽く浸し、煮汁と一緒に滅菌した瓶に詰める。香りづけにニンニクやイノンドを加えても良い。漬け汁はスープの出汁になる。この方法であんず竹は6ヶ月間から12ヶ月間保存できる。その他に単に乾燥させることも行われる。摂氏65度以下の低温のオーブンでじっくり乾燥させる。 量が多い場合は、フリーズドライも有効な保存方法である。乾燥したキノコを調理する前に水につけると、元の大きさに戻る。乾燥キノコは新鮮なものと同様に料理でき、ほぼ永久に保存できる。新鮮なあんずたけは冷蔵庫で10日間ほど保存できる。極微量のノルカペラチン酸や、毒キノコの卵天狗たけなども含有する。甘時新類を含有している。 ヒロハアンズタケ族のヒロハアンズタケは、アンズタケよりも小さくて鮮やかな大々色の傘を持つ。これは食べられるが多くは捨てられる。また前述のアマフファロータスオリアリアスには、毒があるため食べられない。傘は薄く、暗いところで発酵する。日本の毒キノコ、監修、長沢久志発酵、学研 ISBN40 億5 4 0千八8 8 2 3ありがとうございます。